無理お疲れ様です。ササラです。今仕事終わりました。やった、お疲れ様です。今日は中華料理のメイカさんのテイクアウトをして家でビール飲みたいなと思います。まあ今こうテイクアウト期間にしてますんで、はい、もう今日ももうテイクアウト一本で行きたいなと思います。このメイカさんも以前から視聴者さんにおすすめですよって教えていただいてたんで、いやもう今日は中華やなと思って今日はメイカさん選びました。まあまたここでぐちゃぐちゃ言っても仕方がないんで、とりあえずメイカさんのテイクアウト取りに行きたいと思います。じゃあ今日もブリブリやっていきます。本日もよろしくお願いします。中華料理のメイカさん。ビールと。さあ行くぞ。続きました。中国料理メイカさん、ここです。では行きます。受け取りました。メイカさんのテイクアウト。やった、いや重量感が素晴らしいです。重量感が素晴らしい。とりあえず帰りちょっと酒屋寄ってビール買って帰ります。ライフスタイル。よっしゃよっしゃ、このステージ持ってこれました。そう、ここに来てようやくなんですよね。ここに来てようやく落ち着くっていう。はい、で今日はめちゃくちゃうまそうなビールいっぱい買ってきた。これギネスでしょ、これギネスでしょ、でこれはアサヒのスタウトビール、だからアサヒの黒ビール。なんかね、あのドライブラックとはなんかまた別の、なんか初めて見たこれも買ってきました。ちょっとギネスは冷えてないから今日は飲むかわからないんですけど、で、あと発泡酒やけど視聴者さんにこう激推しされたゴールドスター、ちょっとこれ一回飲んでみてくださいってことやったんで、ちょっと一回ゴールドスター買ってみました。今日はこの辺りでいきます。この辺りね。よし、では開封していきます。これすっげえ、ご飯と定食になってますね。ニラレバ定食、一応ご飯もつけてくださいって言ったんですよね。まあ、ご飯は別にあのストックしといてもいいなと思って。これが麻婆定食、麻婆豆腐定食で、こちらチャーハン、これでいきます。これでちょっととりあえず飲んでいいっすか。ちょっと飲ましてください。ちょっと赤はもうちょっと新しく買ってみた発泡酒なんですけど、ガチうまいらしいゴールドスター、ちょっとこちらを試飲してみたいと思います。赤はもうマジでもう飲むでは皆様、本日もお疲れ様でした。乾杯。お疲れ様でした。うまいな。うまいな。いや、レベル高いな、発泡酒。いや、めっちゃレベル高いな、これ。やっぱ最近の発泡酒とかもレベル上がってるんやろな。もう、全然うまいもんな。しかも安かったからな、結構。これでいいんちゃうみたいな。僕はあのギネスが大好きやから、ギネスとかその辺はもうやめるにやめられへんのですけど、いやでもこれは全然いいぞ。これが麻婆豆腐ですね。これ麻婆豆腐で、ニラレバで、チャーハンで、これがそれぞれのご飯で、ビール。今日はこれでいきます。では食べていこう。めちゃくちゃお腹空いたから。では皆様、もういいか、もういいか。まあ、とりあえずやっとくか。皆様改めましてお疲れ様でした。乾杯。ではメイカさんの中華各種いただきます。じゃあまずはニラレバいっていいですか。ニラレバめちゃくちゃうまそう。いただきます。シンプルにいい。めちゃくちゃうまい。でしれっとなんかニラレバの口にチャーハン放り込んだけど、チャーハンもうめえ。白ご飯感覚でチャーハンいってしまいましたけど、チャーハンもうめえ。結構豚が脂身多めの、もう大好物のやつ、大好物のチャーハン。やっぱもうドシンプルなんですよね。卵、ネギと焼き豚以上みたいな超ベーシックチャーハン、マジうまいです。
じゃあちょっと笹原大好き麻婆行ってみていいですか。麻婆多分これは木綿豆腐っすね。木綿豆腐いただきます。勝ちうまいわ。見た感じやばいもん。だって見た感じがもううまいもん。何やろこうパッと見もうこの麻婆ちょっとやばいやつやなって思ったもん。いやうめえわやっぱり麻婆。山椒が効いてて結構ひき肉も多めでめちゃんこうまい。じゃあ次はスタウトピール。アサヒのスタウト、これ初めて見たな。こんなん見たことない俺。ちょっと直瓶行きたいんですけど、ちょっと色味も見たいから。うん、いいな、いい黒々しさやな。じゃあスタウトビールいただきます。うまいわ。うめえ。っていうかめっちゃ甘いな。黒糖感がある。黒糖感。その黒ビールって僕そう説明するときに黒ビールってなかなか難しいじゃないですか。結構黒糖感があるっていう説明の仕方が自分の中ではハマってるんですけど、いやこれ黒糖感マックスのやつ。いやこれうまいわ。ギネスとかとはまた違う味やな。うん、うめえわ。うめえうめえ。このレバーも分厚めの超分厚めのやつで、もう最高のやつ。マジ最高のやつ。ご飯もワンパック開けときます。お前どんな炭水化物食うねんみたいな。この最高麻婆、極上麻婆、真っ白のご飯にワンパック。最高、最強タッグ。いや、やっぱり中華ビール最強っす。中華ビール最強。今日はちょっとこうイレギュラービールいっちゃったけど、でもそれでもやっぱり中華ビールはもう間違いないですね。朝日の銀色すっきりちょっと行きたいなっていう感じももちろんあるけど、まあこれはやっぱこれでね、ちょっとまあこいつはちょっと主張が強すぎたかなっていう。ほんまにめちゃくちゃ甘いんで、これちょっとめちゃうまい。これ単体で楽しむビールかなと思うんですけど、まあそれでもやっぱり中華とビールは間違いないです。はい。ワンパックだけ、ワンパックだけ残しちゃったんですけど、まあ、これはもう明日のお弁当とか、そう、どっかのタイミングで食べるとして、いやもう本当腹いっぱいです。はい。久しぶりっすね。久しぶりかな。中華ビール。久しぶりでもないか。なんか、自分で何食べて何ビール飲んでるのかちょっともう忘れましたけど。いやもうやっぱ中華ビール最高にうまかったです。まあもうね、8月ももういよいよ終わりに差し掛かってきて、マンボウが9月の2週目とかに終わるんですかね。9月の13やったかな、終わるって出てるって。まあそっからもうマンボウ終わればぼちぼちっていうか、普通に外飲みもやっていこうかなって思ってるんですけど、しばらくはやっぱこうテイクアウトでね。まあそれでもテイクアウトでこうやってお店の味が楽しめるから、テイクアウトはテイクアウトで僕もう大満足なんですけどね。そのやっぱお店の雰囲気もあるから、お店の雰囲気もお届けしたいっていう気持ちもあるんやけど、でもお店の味は別にもう変わらないですから、いいですよ、いいですよ。お前どんなまとめやねんって感じなんですけど、まあテイクアウトはテイクアウトでなんか楽しんでやってます。なので皆さんもぜひ、まあ、テイクアウトもそうなんですけど、今回はメイカさんの中国料理、もうメイカさんもテイクアウト可能なお店なんで参考になれば幸いです。で、まあ、テイクアウト、いろんなお店でテイクアウトできるんで、ちょっと調べながら家でテイクアウトしてお店の味を楽しむ。それでしばらくは行きましょう。はい、ごちそうさまでした。まあ、さっきも言ったんですけど、9月中ぐらいまではテイクアウトとかちょっと家飲み路線で更新していきますんで、これからも何卒よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 Thank you for my video. See you next time. ポッ。チャンネル登録
よろしくお願いします。ボン。サンライズ眺めありモーニング、まだ朝早めの5時台、スローにスモーキング、フラットそんなルーティン、当たり前な感覚、こんなソーリーロンリー、情けないぜ乱雑に散らばったまんまって、ハンズアップかざす手のひらが目を覚ます。